はい、どうも、こんにちは。ハンスケです。え、本日は、えー、新型特急 e 2 6 1系これ何えこれ踊り子んあれこれとさ、あれって別なのあのー、なんだっけあ、そういうことか。スーパービュー踊り子が、この新型車両になんのか。へえ。 おぉ、かっこいいじゃん。なんかあれにそっくりだね。あのー、なんだっけ。セーブだっけセーブかさ、セーブかなんかの新型の特急がこんな感じじゃなかった違うか。でもなんか最近の特急ってこういうの多いよね。新型特急 E261 系。伊豆方面に投入へ。JR 東日本発プレミアムグリーン車設定。 うーん。なんか Wi-Fi ついてるっていうのはなんか見たけど。ええー、いいじゃん。ここ,こで海を見れて。あ、いい椅子だね、これね。これプレミアムグリーン車か、これが。スーツさんとか乗るんじゃないかな、出たら。おー、おーグリーン個室。え、グリーン個室だとグリーン個室なんてあんだ。おー、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん、これ。お、食堂車。食堂車って言わない。ヌードルバー。 ヌードルバー、食堂車でいいじゃん。ヌードルバー。グリーン車はこんな感じなんだ。へえ。いや、でもこれだったらグリーン個室が一番いいんじゃないかなぁ。ヌードルバーじゃなくて。へえ。そうなんだ。いいね。この今走ってるさ、スーパービュー踊り子も確かあの、グリーン個室があるんだよね。うん。ほうほうほう。まあ、僕、基本的に熱海に行く用事は、 まあ、あるにはあるけど、この、あれ、踊り子って確かさ、踊り子って藤沢止まんないから、だからあんま使わないんだよね。でも大船なら、あれ、踊り子の停車駅ってなんだっけ踊り子。踊、スーパービュー、踊り子、停車駅。スーパービュー、違う、そっちじゃなくて、えー、っと、池袋、新宿、東京、品川、武蔵小杉、神奈川、え、この辺。 大船に泊まんだね。うーん、じゃあ大船までの乗車券を買いまして、大船まで折り返して、そっから乗るのがいいと。うん、ま、藤沢から大船なら一駅だからね。大船か、茅ヶ崎とか止めてくんないのかな。 大船から小田原間がちょっとノンストップだからね。この間の、この間にちょっと乗れる駅ないはしんどいけど、まあ小田原から乗るのは、うーん、でも熱海まで乗りようだしな、僕は基本的に。そう考えるとあんまね、踊り子って僕はあんまり使える機会がそうそうない。まあ大船から北に住んでる人ならいいけど、大船からあの東京の間に住んでる人なら、まあまだ利用しやすいんだろうけど、藤沢っていうちょうど、 ちょうどこの使いづらいところにあるんで。うん。大船は、大船はまあでもそっか、一駅。まあでも折り返しで乗るんだったら、まあ200、300円いくらの、まあ300円いくらプラスで乗るんだったら大船から乗ってもいいような気もしますけどね。うーん。まあ伊豆に行く用事はあんまりないんで、基本的に熱海で降りるっていうのは、まあもし乗るとしたら僕の場合はあるでしょうね。 グリーン個室ってこれいいね。これよくないっすか俺これ乗りたいんだけどなーいやーまあでも別に熱海までの利用だったらこれ乗んなくてもいいような気もするけど。あんまりそうなんだよな、ね。伊豆方面ってやっぱ、こうあんまり僕は用事がないので、まあまあでもいいんじゃない伊豆に行く人だったらめちゃめちゃこれいいと思う。グリーン個室おすすめですね。えー、っと、ちょっと待ってね。ちょ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 ,ちょっと待ってね。じゃあその、 普通の踊り子の方を見てみようか。でも、スーパービュー踊り子っていうのは、いつ方面の新,新たな特急。名称は、サフィール踊り子。どう思いますサフィール踊り子。名前。俺、別にスーパービュー踊り子でいいと思うけど、サフィール。サフィール踊り子。うーん。まあ。まあ、いいんじゃない確かにサファイアっぽいもんね。 うん、えー、っと、じゃあ次に、えぇ、ー、新車じゃなくて、踊り子。これだ。E257 系の普通の踊り子を見てみましょう。シュ修禅寺踊り子。あそっか、もう一つ使い道あるわ。三島で乗り換えるっていう使い方。そっか、修禅寺行きだったら三島まで行くもんね。まあちょっと熱海から三島って二駅しか離れてないけど、まあそれでも結構あの辺距離あるから、いいんじゃない修禅寺踊り子。E257 系の大きく。 な、な、な、な,ない、びっくりした。なんか流れ始めた。えっ、ー、と、修善寺踊り子は、えっ、ー、と、まあ、これ、走ると思うけど、どうだろう。修善寺に皆さん用事ってあります三島なら、まあ、あると思うけど。うーん。えっ、ー、と、新しい踊り子が、新しい257系踊り子が、これででん。ほうほうほう。 ここの線が何とも言えないけど。あ、これええ、まあなんかかっこいいよね。なんかかっこよくなったね。ほう東海道線向け E257 系2000番台。ってことは何これが湘南ライナーとして走るの湘南ライナーで乗るんだったらいいよ、これ。うん。あ、待てよ、それか東京までで、あー、大船から、大船から東京、 まあ、うん、そっか、そういう乗り方も考えたことがなかったな。熱海まで乗るっていう前提の話してたけど、大船から東京まで乗るんだったらまあ、うーん、うんって感じかな。大船から東京ってどんぐらいでだも、30分くらいで着くもんね別に。うん、それだったら別に普通の、普通席、乗るにしても普通席かな。ついに出た、東海道線向け E2 5 7なんだけ2000番台。 ほうほうほう。これ見てみよう。これ、いやでもこれ動画動画じゃないか。へー、リニューアルされたのかな多分。新しい踊り子用の車両がこれになって、えー、今のスーパービー踊り子が、えー、サフィール踊り子これになります。はい。まあ、そんなわけで。おぉまあ、かっこいいんじゃない かっこいいんじゃない結構なんかセンスのあるデザインだと僕思いますけど、かっこいいと思いますよ。うん。うんうんうん。奥で、奥で見たみたいです。えー、そうなんだ。内装なんかもちょっと見てみたいけど、これか。え、これ何ちょっと待って、これ。なんか、詳しい説明とかない へえ。あ、これか。内装、これいいじゃん。いいじゃん。いいじゃん。いいね。185系に比べると結構ね、だいぶこう内装がいいというかね、静かになったり。185をね、やっぱ未だに踊り子で走り続けてるっていうのは、やっぱ結構なんか185一回乗りましたけど、うん、これで熱海まで行くのはちょっとなっていうようなところがあったんで、いいんじゃないですか。 うん。しかも、東海道線の特急だからね。逆によく今まで185系で、まあ、185系を悪く言うつもりはないけど、よく今まで185系で走ってたよな、っていうのは、ありますね。えー、リニューアルされて E257 系2000番台、新塗装。 こうなるみたいです、ね、内装が。いいね、いいね、いいね。東京までだったら大船からこれでちょっとね、乗ってみても、まあまあまあ、ありかもしんないって思ったけど、そうか、踊り子って地味に値段高いんだ。あの、湘南ライナー500円で乗れるけど、多分こいつ湘南ライナー来んじゃないえ、さっきのサフィール踊り子は来んのかなさっきのサフィール踊り子って、あれに来んのかな湘南ライナーに。 入るどうなんだろう湘南ライナーこいつは、多分ね、この E257 は多分入ると思うんですけど、さっきのサフィール踊り子はちょっとわかんないですね。に、あれ、いい、あれ湘南ライナーに入ってたっけスーパービー踊り子の。入ってなかったっけなんか、ニートレインが入ってんのはね、思い出した。あの、紫色の、紫色のニートレインはが入ってんなら、それは思い出したけど。 まあでも踊り子がこれに変わる。うん、いいんじゃないですか。伊豆特急の新時代。ほんとね。やっぱ伊豆、伊豆もね、そうですね。あの、東海道線のね、特急なのに、185系。まあこれもね、あの、東急8000系、8500系、どういう、うるさいですからね、かなりね、185系。うーん。これですよ。 まあ185系名車だとは思いますけどね。ただ結構やっぱ乗ってるとうるサイズっていう、やっぱ時代の波にはね逆らえないなっていうのがまあ正直なところなんじゃないですかね。はい。まあそんな感じでまあ本日は、えー、こちらのスーパービュー踊り子。 チャレンジサフィール踊り子と踊り子のえ新型車両について、まあ、ご紹介いたしました。はいえー、皆さんもね、2020年からあの運用開始するみたいなんで、えー、気になる方はまあ乗ってみてはいかがでしょうか。個人的に僕はね、サフィール踊り子の、あのー、グリーン個室っていうのが気になったんで、はい、ということで、えー、皆さんご視聴ありがとうございました。